皆さんこんにちは、ワンビーです。今日もねランクマッチやっていくんですけど、今日はブラックキレモをね使っていきたいなと思います。まあ、最近はねコライドン、クロバド、ミライドン、あたりをね結構よく使っていたんですけど、まあ、最近ねサブロムのレート上げるがてら、まあ、ブラックキレモでちょっと遊んでたら意外と強くて楽しかったんで、まあ、今日はねブラックキレモ使っていきたいなと思います。で、今回使っていく構築がキューコンとブラックキレムを合わせた、構築になるんですけど、まあ、キューコンのオーロラベールでね、ブラックキレムが竜の舞する起点をね、作るだけじゃなくて、天候雪で、氷タイプのね、防御が 1.5 倍になるんで、なんかそこら辺もね、うまく使っていければなと思います。対戦相手の方、よろしくお願いいたします。で、相手の構築がね、クロバド構築なんで、まあ、キューコンキュレム、まあ、一応オーガポンもありかなって考えてたんですけど、ラウドボーンがいるんで、まあ、さすがにキュレムの方がいいかなと。で、まあ、ラストはね、クラバドに対して強く出ていける、EU でいきましょう。対戦相手の方、よろしくお願いいたします。まあ、ブラックキレムはね、竜の舞をね、いかに、綺麗に積むかっていうのがね、大事になってくるんですけど、まあ、その上でね、やっぱ壁は相性がいいと。で、まあ、今回、ランドロスのステルスロックも入れてるんですけど、まあ、一応ね、イカサマダイスツララバリは入れてるんで、まあ、ステロなくても、まあ、ある程度抜き性能は高いかなという感じですね。まあ、ただね、ブラックキレムね、使ってて、この攻撃種族値で何を言ってるか分からないと思うんですけど、なんか火力足りないんだよね。ツララバリが4回で負けるっていう試合はね、結構ありますね。まあ、とりあえずここは、小風からでいいかな。まあ、オーロラベール、イーユイとかでもいいんですけど、まあ、小風、オーロラベールとか貼って、いや、待って、オーロラベール、イーユイのが強いっていう結論になったような気がするんだよな。はい、オッケー。まあ、これね、メガネだと飛ぶんで、まあ、メガネはやめてって言いながら小風打ってます。まあ、一応ね、ブラックキレムね、僕が昔使った時と違って、なんかいいなと思うのが、まあ、クロバドのスカーフがね、本当に減った。うん。とか言ってて、スカーフじゃない、オッケー。まあ、スカーフが減ったのはね、だいぶでかいですね。まあ、正直、スカーフクロバドはね、まあ、ブラックキレム使ってたら多分勝てないかな。まあ、勝てないことはないけど、まあ、だいぶ相手の方がプラン作りやすいからね。まあ、ブラックキレムの欠点は、まあ、型が1個しかない。まあ、イカサマダイスなのかラムの実かとかそういうのは置いといて、まあ、リュウマイ型しかいないっていうところが、まあ、やっぱ弱いところではあるんで、まあ、そこら辺はね、まあ、どうしようもないポイントかなと思います。まあ、とりあえず EU に投げますか。いや、これやっぱオーロラベール EU のがいいのかな。一応なんかね、初手に来るやつ、まあ、若干タスキっぽいなーっていうのがあったんで、まあ、小風から入ったけど、まあ、どっちでもいいか。まあ、ただ、オーロラベール EU、相手、なんか倒すか引かれた時に、まあ、キューコンが OK、クッションで残ってた方が、まあさすがに強いですよね。はいはい。まあまあまあ倒せました。まあこれは、まあナイス展開じゃないかな。で、誰来るかだけど、まあ基本的に、天然組が来たらオーバーヒート打てばいいし、ヘイラッシャーはね、身代わり竜舞で起点にできるんですよ。こっちの、ブラックキレムの。なんで、まあ海竜から来たんですけど、これはでもこっち安定じゃないかな。割と引きが。まあね、あられもあるんで、8撃打たれても多分7割ぐらいで耐えてくれるんで。まあ、キュレム AS ぶっぱですけどね。いや、これね、あられちょっと強いんだよな。はい、激鈴 OK。まあ、激鈴ってことは、ハチマキでしょ？はい、この耐久。まあ、壁だけじゃね、ちょっと怖いんですけど、あられの 1.5 倍、あ、雪か、の 1.5 倍のおかげで、まあ、しっかりとね、8撃に後投げすると。これちょっとなんか、まあ、竜舞できてないんで、まあ、ブラックキュレムの強みかは怪しいけど、まあ、キューコンブラックキュレムのね、まあ、あられ壁コンボっていうところがね、見せることができてるんじゃないかなと思います。で、ラスト誰なんだろうな。まあ、ヘイラッシャー来る可能性あるけど、来るんだったらラウドボーンなんだよね。これはグルメな、ラウドボーン。まあ、でもラウドボーンは、まあ、どう頑張っても EU に勝つことはできないはずなんだよな。で、まあ、最近のラウドボーンはね、鬼火より悪火がトレンドなイメージあるんで、まあ、身代わり張ってもいいけど、一応なんか相手のね、テラスとか見てから動きたいんで、一旦 EU に引きます。まあ、多分引かなくても勝てるかもしれないけど、あー、首か偉いな。まあ、引かない理由があまりないし、相手ここ守るか、まあ、照らすしか選択しないと思うけどな。まあ、ラウドボンがね、なんか守るもたまーにごく稀にあくび守るいるけど、あくび守る怠けるフレソンとかだったら全然もういいよ、一匹で。まあ、何打つかむずいんだよな。まあ、多分水テラスだと思うんで、悪の波動打っとけば勝てるんだけど、まあ、フェアリーだった時、めんどくさいんで、一旦、相手のテラスを見ようと思ったら、しっかりとテラス切ってくれました。オッケー。まあ、多分、守るがないやつだね。うん。で、水テラス。で、これで一応、テラバーストまでケアできるようになったのかな。まあ、ないけどね。ないけど、一応ケアできるようになり、あ、怠ける。まあ、わかる。相手はね、悪の波動に対して、テラス怠けるで、イーユイ眠らせてから、まあ、なんとか頑張ろうみたいな感じだと思うんですけど、まあ、ここはしっかりと身代わり張って、
まあ、多分守るあったら守るしてるから、はい、オッケー、守るないで、そしてあくびをすかした。で、これでね、あくびループに入れられないんで、クロスサンダーで半分以上削って、イーユイの悪な波動で締めるというね、完璧なプランではないでしょうか。うん。まあ、本来ね、ブラッククレームで、なんか、竜舞して全抜きする構築なんですけど、まあ、たまにはね、こういう勝ち方も、まあ、あんましてないな。うん。まあ、サブローのレートで、開けるとき使ってたんだけど、こんな試合はなかったっすね。うん。大体ブラックキルムで竜舞してゴリ寄せるかみたいな試合になってるんで、まあ、これはちょっと珍しい勝ちパターンなような気もしますね。クロスサンダーね。クロスサンダー強いね。うん。なんかスケールショットもイカサマダイスと相性いいんですけど、まあ、正直身代わりって技が、まあ、ヘイラッシャーとかね、起点にする上で強かったり、まあ、壁と身代わりとか、相手の超耐久ポケモンとかにね、身代わりが刺さるんで、まあ、個人的にはなんか竜舞、ツララバリ、クロスサンダー、身代わり竜舞、うん、言ったっけ。まあ、この技構成が割と一番使いやすいですね。はい。で、ラウドボーンに倒されたけど、まあ、これはね、しっかりと半分削ったんで、まあ、EU の悪の波動で締めて勝ちかなと思います。まあ、さすがにラウドボーン、あ、とか、ラウドボーン、オーロラベールあったけど倒せるんだ。もう切れてると思ってたわ。はい。まあ、9個のね、オーロラベールはね、まあ、コライドンに対してきついけど、コライドン軸には、まあ、意外と勝ててるね。うん。まあ、ただ、晴れ、まあ、天候のターンがコライドンは結構難しいですね。天候の取り合いが。はい、オッケー。ありがとうございました。まあ、この決勝はさすがに関係ないんじゃないかなと思います。まあ、ということでね、まあ、しっかりとね、防御 1.5 でも防御 1.5 倍は結構パオジアンと対戦してる時に生きる感じがありますね。うん。まあ、逆にあの、カイルの発撃は初めて食らいました。対戦相手の方、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。L3 さん、よろしくお願いいたします。まあ、これは、まあ、テラパゴスは、結構オーガポンで、剣伏草脇オーガポン今回使ってんだけど、これがね、マジで強い。で、こいつエースでもいいかなと思ってたけど、ラウドボーンいるんで、つか、ラウドボーン流行りすぎでしょ。いや、ラウドボーンちょっとめんどくさいな。まあ、キュレムでいきますか。まあ、そういう意味ではね、天然をね、無効化する、物理アタッカー、まあ、特性無効で攻撃するっていうところでね、ヘイラッシャーとか、ラウドボーンの天然で止まりにくいポケモンになってるんで、まあ、ランドレステロマンいて、このテラパゴスってさ、メガネっぽいよね。だってメガネ系でなんか昔あったよね。前期はこういう系なかったけど、なんか前々期、ミミッキュー、ラウドボーンみたいな当たったような気がするからな。まあ、メガネだとして、まあ、メガネだとしてもメガネじゃなかったとしても、まあ、ランドから入ってステロ展開して、まあ、ステロマンいておけば、相手のテラパゴスの、テラステル壊せるから、まあ、ランド級コンキルムでいいかな。まあ、本当はね、オーガポン投げたいんだけど、まあ、ラウドボーン見たら選出できないからね。まあ、でも、キューコンの方が丸いから、なんかメガネだとキュレムもね、あんまり起点にできないんでね。そう、キュレムって、種族値マジで高いんですよ、ブラックキュレムって。合計700だよね。ブラックキュレムって。まあ、700って相当高いんだけど、なんか使ってるとね、なんか足りないんだよな、ブラックキュレム、種族値。数値か。合計700。まあ、特攻120がさすがに無駄なんだよな。まあ、惜しい S ラインと、いや、まあ、まあ、高いけどね。A も170。なんか、これで足りないって感じるのちょっとやばいような気がするけど。まあ、ザシアンなんかはね、A1 段階上がったりしてますからね。まあ、ブラックキレムもね、上がってくれてもいいんじゃないかなということで。まあ、初手テラパゴスはメガネかスカーフっぽい。でも、ここである程度ね、相手のテラパゴスの、まあ、アイテムだったりがね、判断できるんで、いや、どうしよっかな。いきなりなんか高速移動系は初手に来ないと思ってるから、まあ、様子見で、どうせステロ巻くからね。まあ、ステロから入ってっていいんじゃないかな。はい、ステロ巻いて。いやー、どうしようかな。なんか、ミミッキュのことまで考えるとな。いや、かなり難しいんだよな。はい、テラクラスター。これが、まあ、メガネですかね。さすがにタスキまで行ってるんで。まあ、メガネじゃなかったら怖いわ。まあ、メガネテラパゴスだとして、まあ、ダメ系すればわかるけど、まあ、しなくてもさすがにメガネっていうのはわかるんで。で、ここでだよな。相手の選出がテラパゴス。まあ、ラウドボーン、いるんかな。まあ、ミミッキュは多分こういう構築って投げてくるけど、ミミッキュはね、一応、あんまり嫌じゃないんだよな。はい、テラッシェルを壊しまして、で、これで、相手、ミカマイとか癒しの願いとかないから、うん。まあ、そこは問題ないですね。まあ、ちなみにテラッシェルね、スララバリ一発目だけが、マルスケみたいに半減になるんじゃなくて、前段半減になるから、まあ、テラッシェルは、絶対破壊しとかなきゃいけないんで、まあ、ランドから入って、まあ、ステロマクっていうのが、まあ、対テラパゴスにおいては大事ですね。
で、まあ、キューコンで行きましょう。で、キューコンで、まあ、一旦テラクラスター耐えるから、いや、これね、キューコンの技構成、マジ、ムーンフォとココ風悩んでるけど、まあ、現状、ココ風の方が強いかなと思って、ココ風入れてるけど、まあ、パオジアンが、なんか、居座り続けてくる時がたまにあって、その時になんか、ムーンフォースないの、弱って思う時もあるんで、まあ、どっちが強いかは言えないですけど、まあ、この対面だけだったらムーンフォーでいいよね。まあ、多分、一回は、居座って、ってくんのかな。まあでも引かれたとしてそんなに困らないんだよね。まあ、ただまあ、トリックルームのミミッキュとかが嫌なんで、ああテラス外した、単純に外した。まあいいでしょう、まあ、そんなに多分試合いけないからね。まあ凍える風のダメージがなくても多分テラパゴス竜舞したら落とせるでしょう。まあステロも巻いてるしね、これ相手引くしかないから、このターンで居座ってきてほしい、できれば。まあでも俺だったら引くんだよね。でラウドボーンに引かれるとちょっとやばい。ラウドボーンに引く？あー、ラウドボーンいるのかな。まあ、ミミッキュの可能性は全然あるけど。ミミッキュ。どうしよっかな。トリックルームしてくるよな。でもこれあれか。トリル呪いで、ここでトリルされて倒される呪い入っちゃうから、ここはもう引くしかないのか。いや、ちょっと弱いな。まあ、相手がイッサールにかけて、ここ風から入ったけど、ぶっちゃけベールから入ってサイクル回すみたいな方を、意識した方が良かったか。まあ、ちょっと俺が壁展開下手なのもあって、なんかキューコンができる限り即倒されるように、大ダメージ食らいに行っちゃったけど、ちょっとミスったか。まあ、ミミックいるもんな、絶対。で、裏が誰なのか、ラウドボーンなのかみたいな話だよな。ラウドボーンだと多分負けだな。いや、やっぱオーガポン投げたいんだよな、本当は。はい、トリックルーム。いや、オーガポンはね、テラパゴス入りに投げようかなとか。まあそう、ブラックキレムがね、鋼系に弱かったりするからね、オーガポン入れたんだけど、まあ相性はいいですね。まあ、一旦つらら割りで倒すでいいかな。まあ多分ミミッキュ呪いで切ってきて、で、これは化けの皮貫通なんで、さすがにつらら割り、まあ呪い打ってくれるから絶対落とせますね。オッケーオッケーオッケー。で、まあ多分トリルカなんで、まあラウドかテラパが来て、まあラウドだと多分ほぼ負けだよな。はい、いい火力してる。しっかりと倒して。まあ、このね、ブラックキルムね、命中安定で固めてるところがね、かなり精神衛生上いいですね。うん。いや、こっからテラパゴス来る、テラクラスター、竜舞、身代わり、いや、2ターンでしょ。身代わり竜舞できたら、ワンチャン勝てるかなって感じか。いや、ガチで絶妙だな。はい、テラパゴスは来ます。まあ、呪い入ってるんで、まあ、9個は絶対捨てるでしょ。テラクラスター。いやー、ちょっとやばいなー。いや、これなんか負けそう。綺麗になんか詰められたような気がするな。なんか、いいやってあったかな。まあ、でも、強いて言うならもう最初にオーロラベール貼って、その後、凍える風打って、みたいなサイクル回した方が9個の HP が自然、多くてトリックルームターン枯らせるみたいな話は、あったよなー、正直。雪が止みました。で、まあ、トリックルームターンが、トリル呪い、テラクラスター、あと2ターンだから、まあ、身代わり竜舞することは変わらなくて、で、相手マジカルシャインだったよね、打ってきたの。だから、そもそもここでテラス竜舞でも別にいいのか。いや、でも相手がここで引っ込めてくる可能性まで考えると、身代わり張ってから竜舞か。身代わり竜舞、これ一緒ってくれるならいけるけどな。身代わり竜舞、つらら、待って、ちょっと怪しいか。相手が、相手がテラスタルしてきたらワンチャン落ちないとかあんのかな、つららばり。いや、でも、そんなわけないよな。こういう系のさ、テラパゴスって HC なのかな。トリックルーム運用だったら、これ相手テラスするよね、身代わり。マジカルシャインのダメージ上げないと身代わり残っちゃうからね。ちょ、なんか相手プレミしろ。テラスしない。いや、これいける、いけない？結構勝てそうだけど。竜舞する。で、相手が、まあ、テラスしなかったら身代わりが残る。身代わり残るけどね。ああ、まあ、さすがにするよね。オッケー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 。で、ラウドボーンが、つらら。ラウドボーン、鬼火をケアしないなら、ラウドボーン、炊くか。でもワンチャンいけるとは思うけど、ラウドボーン、ステロ入ったら、炊くまでは持っていけるかな、ラウドボーン。まあ、鬼火の有無によるけど、マジカルシャイン、はい。まあ、鬼火は身代わり見てるから相手も難しいって話あるしね。これ割れるかな？さすがに割れるか？仕上がって、ステラで、マジカルシャインの威力も上がってるしね。火力か。まあ割れますよね。で、まあ、つらら割りで落として、さすがに落ちるよな。
何回も言ってるけど、なんかブラック切れ目 A 種族値170あるのに連なまり4回だとなんか軽く足りないんですよね。え、落ちるかな、ちょっと怪しくね。え、足りなくね。2555、え、待って、落ちるか、落ちそう、落ちない。あ、もう最悪、これ凍える風の最悪、ここで響くのかよ。もう絶対何でも負けだわ。だって壁ターンさ残ってるよね。うわ、最悪、これ倒すじゃん。いやー、裏次第でいけたぞ全然。いや、マジか。待って、これ凍える風響くんか。まあしゃあないけど、落ちないか。オーロラ、そうだからさっき倒してればオーロラベール残ってて HP が、まあ、30勝ってたな。だ、不意打ち耐えるもんね多分、鉢巻き以外。うわー、つらら5か小5風当てるみたいな話だったよな。いやー、これな、まあ小5風かつらら5で勝ってたな。まあまあまあ、これはさすがにしょうがないですね。ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。ゆさんよろしくお願いいたします。まあこの並びはね、前期僕が使っていた並びなんですけど、まあ、ちなみにね、これ、ランド級コーンブラックキレムね、ミライド入りに負けてないんだよな、一回も。あ、一回負けたわ。多分5回以上当たってて、一回しか負けてないんだけど、まあ、負けたのが、鉄の武人の挑発で、まあ、9コーン展開できなくて負けた試合だけなんだけど、これね、多分負けないんだよな。これ強すぎる。多分ね、相手、ブラックキレムが、まあ、そもそもきついんですよ。うん。まあ、9コーンキレムが。なんで、まあ、巨人で見たいっていう思考に、まあ、俺だったらなるんだよね。まあ、前期使ってた人間からすると。ただ、まあ、今回のキレム身代わりあるんで、多分ね、巨人を投げたら、すべて貫かれるよ。うん。対戦相手のユウさん、よろしくお願いいたします。まあ、相手がね、巨人の身代わりセンサーが引っかかって巨人を投げ、でも巨人を投げない場合ってさ、そもそも無理じゃない？ランドネステロ9コン壁、竜舞で。だから、ミライドいいね。ああ、まあまあ、わかるわ。いや、これは、しょうがなすぎる。これはね、しゃあないっすね。巨人王はもうカモリ行ってるからね。これでなんか呪い巨人王とかだったらちょっと嫌だけど、まあ、地震と挑発とアンコールとかいろいろあるからね。はい、テラスをしてこない。まあ、今回のランドね、A は陽気で A ぶっぱしてるんで、まあ、巨人王にね、地震相当いいダメージ入りますけどね、塩漬け、はい。まあまあまあいいでしょう。まあ自信打って、まあわちゃわちゃしてって感じですかね。まあステロ巻いておくことでね、相手の交換に圧をかけたり、一応つららばりでね、タスキは貫通できるって言ったんだけど、パオジアンはね、貫通しにくいんで。はい、守る、いいね。はいはいはい。まあだからそこら辺まで考えるとね、一旦、ステロはね、パオジアンには巻いておきたいなって感じですね。ねえ、まあ素直に言っていいな。まあこれが、まあ前期俺が使ってた身代わり系の巨人だったら楽。てかまあ、もう勝ち。多分勝ち。誰だったら止めれるんだろうね。はい、テラスしてこない。でも硬いね。HB だね。身代わり。はいはいはい。まあ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 、相手からするとね、ハチマキランドじゃないのがステロ巻いてる時点で分かってるんで、まあ別にテラス切んなくてもね、身代わり再生でいけると。で、まあここなんだよな。挑発してもいいけど、相手が取る行動ってここ、自己再生が一番あって、次守るなんですよね。まあなので、まあ、9コン引きでいいかな。9コン引きで、相手の自己再生、にアンコールだったりして、まあ、威嚇も入れて壁張ったら、まあ、氷タイプの状態で、まあ、テラス切らなくても多分身代わり残せるから、ブラック切れ目で。まあ、そこでもう試合を決めに、一番優しい。まあ、守るも一応あるかなと思ったけど、自信の PP 枯らしたりね。今後の展開次第では相手視点あるんでね。はい、オッケー。で、まあ、9コンでアンコールして、で、守るアンコールする場合って、アンコールして、壁張ってで、まあ、裏で起点にすることはできないんですよね、一応。アンコールターン中に。ただ、まあ、身代わり守る全部見れてるから、まあ、自己再生もね、絶対あるからね。まあ、全部見れてるんで、どうやってこっからブラックキレムを倒すか参考にしたい。まあ、前期ね、ブラックキレムに当たんなかった、まあ、一回だけ当たったんだよな。まあ、ちなみにそれも、アロ級ブラックキレムだったけど、なんか俺が当たった時身代わりなかったやつなのと、なんか9コンの吹雪でなんかが凍ったけど勝ったんだよな。うん。まあ、結局巨人音がきついと。だから身代わりやっぱ欲しいっすね。なんか不意の巨人音とかにやられたくないし、まあ、ブラックキレムって、まあ、サイクル破壊性能がめっちゃ高いポケモンなんで、まあ、サイクルにね、運負けしたり、あくび入ったりするとね、ちょっとサイクルを破壊する
性能がちょっと著しくね、落ちちゃうのもったいないんで、身代わりやっぱ強いですよね。で、まあ、ここで相手が何かに引っ込めてきても、まあいいですよ。壁あるんで。まあ、ただできれば、まあ、相手視点巨人オンで有利だよっていう思ってる状態で竜舞積んでおきたいんだよな。はい。まあまあまあ、いさってくれたなら、威嚇入ってるでしょ？で、威嚇、壁、氷タイプ B1.5 倍。これ身代わり、テラス隠していいよな。てかね、これ未来度にね、負けない理由が簡単で、キュレムってさ、電気テラスじゃん。で、これはクロスサンダーのタイプ1のためでもあるんだよ、電気テラスって。で、ありながらミライドンに対して一番強いテラスタイプって電気なんですよ。だからそこがね、かなり偉いと思ってるわ。うん。まあ、地面は地面で奇襲できるけど、まあ、抜群疲れるから、まあ、ミライドンに一番強いテラスタイプって電気なんだよね、俺の中では。だからそれが、なんか無理やりじゃなくて自然と採用できるブラックキルムっていうのが、まあ、ミライドン使ってるとマジできついよね。なんか未来ウーラとかでも、まあ、タクとかにはなったりするけど結構勝ててるからね。ミライドンやキュレム有利なんだな。まあ、なんかダメ系した感じ。当分とかこれは絶対割れなくて。まあ、なんか割れるんだったら電気テラス切ってもいいかなと思ったけど、これさ、次のも耐えるの嘘か。なんか大変なんだよね。氷の B アップと壁と威嚇で、ね、なんかダメージ計算間違ってそうだけど、ここは絶対耐える。俺があまりにも間違ってない限りは、だから絶対耐える。さすがに耐えるでしょ。はい、オッケー。で、なんか次のも耐えるって出てるけど、本当か？あまりにも、なわけない計算ではあるんだけど、なんか B アップの時、いや、多分耐えるし、まあ割れてもいいや。ちょっとダメージ計算の計算が、計算の計算の計算ができなかったんで、足し算がめんどくさかったんでね。まあこれ多分もう止まらないんだよな。はい、塩漬け。割れないって、割れない可能性があるっぽいんだよな。さすがに割れるよね。割れない？割れないんだ。やっぱ割れない。割れないんすね。もうめちゃめちゃ硬くなってるわ。まあ今ね、雪がなくなってるんで防御 1.5 倍がないんで、あれですけど。まあちょっと攻撃しておきます？なんか相手が、どれぐらいの勝つさか、まあ分かってはいるけど、なんかつららばりのダメージがどんなもん入るのかと。まあ竜舞もうこれ以上する必要がないんで。割れないんだ。さすがに割れないか、一発で。まあ2発で割れますよ。5回欲しい。欲張るなら。5回で倒せる。3。ああ、落ちないか。落ちる？あ、落ちないな。4回。まあまあまあ、この試合に関しては4回そんなに響かなそうですね。はい、塩漬け。で、身代わりに対して再生される。まあでも、そしたらクロスサンダー打ってっていいし、いいよね。巨人音さえ倒しちゃえば、パオの攻撃、まあ基本倒されないし、まあ、神がエナジーだったりしてもやられないからね。まあ、デンテラ身代わりでいきますか。もう、テラス、あ、相手、まあまあ、そっか、居座っても勝てないからね。でも、誰に引くんだろう。はい、パオジアン、オッケー。まあ、これ、助けだとしても、しっかりとステルスロック巻いてるんで、まあ、もう、これ、ブラックキレム劇場かな、さすがに。いや、まあ、巨人オンがいることで、ワンチャン相手視点、ブラックキレムに勝てるんだけど、まあ、それを超えていく身代わりブラックキレム。で、もう全ベッドだからね。ステロ巻いて壁も張ってっていうところで。まあ、ブラックキレムワンマン構築なんでね。まあ、ブラックキレムが通せなかったらちょっとまずいけど、まあ、これはもう確実に、通す状況が整ったんじゃないかなと思います。で、まあ、このパオがハチマキだったら、まあ、ハチマキだったら、まあ、竜舞するべきなんだけど、ああ、オッケー、通るんだ。まあまあまあ、そっか。まあ、願望するしかないもんな。相手としては。はい。で、まあ、クロスサンダーでパオ倒して、まあ、身代わりも残ってるんで、もう誰にも負けないんじゃないかなと思います。まあ、これはね、まあ、結構ブラックキレムの仮想敵である耐久ポケモンが来たっていうのはあるんですけど、まあ、でも未来ドン軸にはね、相当有利かな。うん。まあ、ウーラオスだけ壁あってもハチマキインファ結構入っちゃうし、じゃあテラス切るかってなって水流連打みたいな、そのタク、俺一回、ハチマキインファやばいけど、スリューマイしたら、まあ、通ったみたいな試合あったんで、まあ、そういうタクにはなるかなとは思います。ということで、対戦相手の方、ありがとうございました。まあ、ブラックキレムね、よかったら使ってみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。